のどかだな。平和だよな。楽園か。どうも。ねえ、この子たち何とかしてくれない？冷たい。冷たい。やれやれ。どうしたの？もしかして迷子かな？友達とはぐれちゃったのかな？うん、待ってるんだ。待ってる？いや、
待ってたんだ。待ってた。私を？違うよ。ここで待ってるように言われたから。でも待ち人来たらずって感じね。見るからに待ちぼうけの待ちくたびれな少年。そうだ。でね、君一人なんでしょ？え？退屈してたんじゃない？メミューの中案内してあげようか。でも待ち合わせが。待ち合わせ？誰と？まあ誰だか知らないけど、いつまで経っても来ないならもう待たなくてもいいんじゃない？私は田中。下の名前はユウ。ユウ？本当はもっと長い名前なんだけどね。長い？そう、果てしなく長い名前だけど、めんどくさいからユウでいいよ。よろしく。よろしく。じゃあ行こっか。皆さん、どうもこんにちは。
あれ？反応がないですね。もう一度行きますよ。こんにちは。こんにちは。あ、元気のいい女の子発見。お名前は？やかにココです。で、こっちが愛犬のピピ。ココちゃんはレミューに来たのは何回目かな？面白い子ね。よく言われます。ついでだから、もっと面白いことやってあげよっか。え？最近ね、友達から超ウケる米っちゃ教わったの。あ、それはまた今度ね。どうして？これから皆さんにお伝えしなくちゃいけないことがあるの。そっか、ほいじゃあしょうがないよね。でも本当に面白いのにな。残念だね、ピピン。では改めまして、この度は海洋テーマパークレミューにご来場くださいまして誠にありがとうございます。これから皆さんにこのテーマパークレミューのご説明と少しだけ注意事項をお知らせいたします。そんなのどうでもいいから早く中に入れてよ。私ももちろんすぐにでも皆さんをご案内したいのですが、申し訳ありません。実はどうしても皆さんにはこの加圧室に留まっていただく必要があるのです。たった17分間だけです。その間だけどうかお付き合いください。まずこの部屋についてですが、ここは加圧室と申します。これからこの中の空気圧を6気圧まで加圧します。なぜ気圧を上げなければならないのか、理由は後でご説明するとして、その前にひとまず注意事項をお伝えいたします。これから気圧の上昇に伴い、皆さんは耳に違和感をお感じになると思います。高い山の上から降りてきた時と同じように気圧が鼓膜を圧迫するからです。ですから耳がちょっと変だなと思われた時には、指で鼻をつまみ口をしっかりと閉じて耳抜きをするようにしてください。それでも耳が治らない場合や体調が悪くなってしまわれた場合には、手を挙げて知らせてくださいね。その時にはすぐに加圧を停止します。ところで耳抜きのやり方がわからない方いらっしゃいませんか？よろしいでしょうか？では加圧を始めましょう。加圧時間は先ほども申し上げましたように17分間です。その間に皆さんにレミューの構造についてご説明いたします。皆さんもご存知の通り、レミューは海の中に浮かんでいます。水深17メートルから51メートルの海の中に。さて、図をご覧いただければお分かりになるように、これらは4つの層に分かれた構造をしています。上から順にインゼルヌル、エルストボーデン、ツバイトシュトック、ドリットシュトックと呼ばれていますが、一般的に言われるグランドフロアから地下3階までのことだとお考えいただいて結構です。インゼルヌルとはここ浮島のことです。
洋上に浮かんだ巨大な人工島。インゼルは島、ヌルはゼロという意味のドイツ語です。つまりここは地上階、ゼロフロアということになりますね。次にエルストからドリットについてですが、ねえ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 ってば。ねえ、ここの米っちょ気にならない？え、何が？さっき言おうとした米町のことだよ。米町？知らないの？最近流行ってるっしょ？知らないな、そんなの。なんだそれ？アメリカンジョークのことだってば。米町、米町。まあ気にならないこともないけど、後でな。というわけで、各フロアの構造はお分かりになっていただけたと思います。ところでこのレミューは飽和潜水仕様の設計になっています。つまり内部の気圧が外の水圧と同等か、またはそれを上回るようになっているのです。話の始めでもお伝えしましたように、これから皆さんがお入りになる艦内はどこもかしこも6気圧の混合ガスで満たされています。ですから今このようにして皆さんの体を6気圧の大気に慣らしているというわけです。もちろんこの混合ガスは酸素、窒素、ヘリウムで構成されておりますので人体には全く無害です。どうして中の気圧を高めているのかと申しますと、それはレミューの安全性を確保するために必要不可欠だからです。皆さんはこれから海の中へと潜っていくわけですが、ここでちょっぴり不安に思われている方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。海水が漏れて中に入ってきたらどうするんだとか、水圧に押しつぶされて沈没してしまうんじゃないかとか。しかしどうかご安心ください。そのような心配は一切ご無用です。内部の気圧を高めているので、このレミューが水圧によって押しつぶされることは絶対にありえないのです。ところでこの加圧室に入る前に皆さんにイヤホンのようなものをお配りしましたよね。はい、そうです。今皆さんが耳に装着されているそのイヤホンです。これはただのイヤホンではなく音声変換器といいます。レミューの中にはヘリウムガスが充満しているので、この変換器を耳につけていないとアヒルのような声に聞こえてしまうのです。なんか喋ってみてくれよ。なんかって？なんだよその声、すげえ笑える。え？声？声がどうかしたの？さっきの説明聞いてなかったのかよ。何をやってるの？何をしてるの？
つうか自分の声自分で聞いてみ。おかしいぞ、まるで八本足の宇宙人だ。宇宙人？宇宙人ってピロピロのピロピロ？クイクイ星人とか海洋星人とか？スター星人だとこの辺の先っちょからビームがミューっと。それよりさ、コメちゃんの方が絶対面白い。ハハハハハ、もういい、もうお腹いっぱい、サンキュー。さあ、説明はこれで終わりです。あと1分ほどでこの部屋の脇にあるドアが開きます。ドアの向こうはエレベーターになっていますので、加工すればその先には素晴らしい楽園が広がっています。それでは海洋テーマパークレミューを心ゆくまでお楽しみください。さて、それじゃ行くか。ところで、ねえ、一人で来たの？ああ、俺？いや、友達とはぐれちゃってさ。迷子なんだ。ちょっと違うけど、まあ似たようなもんかな。エレベーターを降りたらそこら辺歩いて探してみるよ。さっきの係の人に相談してみたら？お、それもそうだな。ちょっとすいません。じゃあ君、一人でレミューに来たんだ。うん、そうだよ。それにしてもさ、珍しいよね、男一人で遊びに来るなんてさ。でもどうして連れの人と一緒に入場しなかったの？わざわざレミューの中で待ち合わせなんて。それは、うん、まあよい、わけは聞かないでおいてあげよう。しかしあれだ、要するに君は振られちゃったみたいだね。え、振られた？わ、つぼしだったのかな。ごめんなさい。まあ、そう落ち込みなさんな。私がとこと面倒見てあげるからさね。うん、でもさ。うん？何？ユウは今仕事中じゃなかったの？硬いこと言わないの。暇だったし、ちょうどよかったのよ。うん。上に参ります。
ちょっと少年、変なとこ触らないでよ。くすぐったい。あんまり動かないで。そんなこと言われても息ができないんだ。どうしたの、いきなり。待ってよ、少年、少待って。なんだろう、この感じ。どうかされましたか、お客様。どなたかお探しですか。え、あ、そうです。人を探しているんです。待ち合わせをしてて、でも会えなくて。どんな方です、お名前は。それは。ちょっとそこにいるやつ。え、僕のこと。あ、そうだ。実は聞きたいことがある。あ？なあ、知らないか。いきなりですまないけど、知らないかな。ここら辺にいなかったかな。俺の知り合いなんだけど、一人は身長 5.1 フィート、体重17か、サングラスが似合ってない。手は遅いが、足は速くて3枚目。もう一人はスーツで丸刈り、ネクタイなし、耳にピアスが3つ、鼻に1つ、趣味は編み物。そして最後はこう言って、
派手なフリルのたくさんついた地味な花柄ワンピースというどこにでもいそうな3人組なんだけど、見なかった？いいえ。そっか、悪いね、呼び止めちゃって。しかし参ったね。ああそうだ、携帯。マジですか、このご時世に圏外とは。すいません、人を探しているんです。知り合いです、アナウンスで呼び出してほしいんだけど。名前は もしもし、もしもし、聞こえてますか？ちょっと贅肉が多いんじゃないか、あんた。おい、お客が困ってるのにその態度はないんじゃない？お客様、どうしました？
中でも痛いんですか？いや、なんでもない。ちょっとこけただけ。そうですか。あれ？あのミュミュンどうしたんだろう？落ち葉に戻りなさいっての。まあいいや。お客さん、何かありましたらいつでも呼んでくださいね。もう少し自力で探してみるか。で、どっちに行きゃいいんだ？何なんだ一体。ここに何しに来たんだっけ僕は。ちょっと、こっちに来てくれない？あ、ほら、早く来てよ。ここ、どこだかわかる？ここは…ねえ、ここどこだかわかる？ここは更衣室。更衣室っていうのは内緒の行為をするところ。行為？それ、預かっておいてくれる？え？ほら、ちゃんと着せてあげるから。
これでよし。じゃあとはお願いね。お前こそ誰だ。いきなりあんなことしやがって。え、あんなことって。しらばっくれるな。何のことだかわからないよ。お前だろ、俺を殴ったのは。違うよ違う、知らない。嘘つけ、忘れたのか。嘘じゃない。女の人が突然この着ぐるみを渡してきて。あれ、お前、そういや、さっき会ったっけ。いつの間に着替えたんだ。今来たばっかりだよ、僕は。今来たばっかり。おい、何言ってるんだ。だけど、どうしてこんな、こんな。どうした、おい。誰か来てくれ。なんだか様子がおかしい。どうしました。あんたさっきの。ちょっとこいつ急に倒れて。ちょっと見せて。だけどこのままにはしておけないね。手伝うよ。ええ、お願い。何だろう、貧血？着ぐるみが熱かったんじゃないか。着慣れないみたいだったから。ありえるね、熱射病かな。
まあ、なんとかなりそうか。うん、重い病気じゃなさそうだし、しばらく休ませておけば大丈夫だよ。そっか。ありがとう、手伝ってくれて。あとは私が見るから。あ、それじゃあ頼むよ。人助けか。俺はここに何しに来たんだっけな。すいません、乗ります。何？何なの？あなた。どうしてこんなところにいるの？なんでついてくるのよ。お前こそ何なんだ？俺が何かしたか？したわ、さっき。さっき？つまり、あんまり邪魔をしてほしくない。だから。邪魔って何を？なんだ？まさか。まさか？まさか何なんだよ。何を知ってる？何も知らない。あなたは何を知ってるの？知るわけないだろ。
おい、誰か、誰かいないのか。俺はここだ、ここにまだいるんだ。誰か出してくれよ、返事をしてくれ。誰かいませんか。なんだ、誰もいないのか。一人か。気圧が低下してる。出口はどっちだ。